小しか使ってないけどカズハ引いた方がいいの。いや誰使ってるとか関係ねえからカズハは引け以上。なんか例えばさ、自分は小メインですとか、新たきメインですとか、エフルはメインですっていう人、まあ、岩元素チーム、風元素チーム、物理路線の人はカズハを、カズハはまあ使わない。まあ、カズハと組ませることはあんまないです。ただ、原神ってさ、キャラクターが復刻すんのに、もう1年かかんのよ。運が悪いと。だいたい原神って復刻くんのに、半年ちょいかな。だいたい。運がいいと4ヶ月で復刻くるし、運が悪かったら1年までずるずるいく。だいたい平均して半年ちょいぐらいだと思うけど、半年ちょいの間に、君は原神を多分やめないだろう。でそしたら、いろんなアタッカー使おっかって気になる。半年あれば冒険ランク45いくだろう、普通に。だから、今後のことも考えて、あと、まあ、カズハっていうキャラクター、普通にぶっ飛んだ強さだから、引くべきです。